速稼塾の久保です。まあいつもながらね、こういう風にいつの間にかなんですけども、私も速稼塾の久保ですとか言ってこの動画をね撮ることが当たり前になってしまいましたけども、私がね今ね47歳を過ごしてますけども、2013年の私が40歳になったその瞬間まではこんなこと想像もしなかったですね。なんかお金を稼ぐっていうのは会社を経営してね、人を安く使ってで自分の利益を集めていく、まあ従業員1人に20万渡してその従業員さんに30万ぐらい稼いでもらえば、差額の10万かける従業員さんの人数もしくは店舗の人数、店舗の個数ですか、で会社の個数によって自分の利益っていうのは決まっているのかなと思いました。これいわゆるね搾取の原則なんですよ。本来働いた人に 100% のパフォーマンスを渡さずに、まあね20万円前後で我慢してもらってでピンハネをするって形なんですけどもね。で給料の目安ってのは適当ですからね。周りの会社がこのぐらいだからこのぐらいにつけとこうみたいな感じで、会社の利益とか生産性とかあんまり関係ないんですよ。まあそう考えていくと、まあ私はねそういうふうな形を利用して稼ぎ続けることはあまり長くできなかったかなというところでございます。従業員から搾取して経営者が儲かるっていう図は使えなかったってことです。で逆にですね、従業員に搾取されるっていう経営者もいるんですよ。従業員さんがあまり働かずに売り上げを作らずに一丁前に給料だけ福利厚生だけ要求してくるみたいなこともありますよね。まあ、これだからどっちもどっちかなと言いますから、だから経営者としてはですね、なるべくその労務管理とかに疎い人とかね、ただ目の前の作業を一生懸命するだけの人をもう雇ってくるのが一番都合がいいんですよね。だから従業員教育って会社ってあんまりしたがらないんですよ、はっきり言ってね。まあですね、給料が上がらない人がいるとすれば、もしあなたの給料が上がらないとすれば、それは教育を受けてないですね。会社からも社会からも受けたとしたら全く間違った教育を受けて、いわゆる騙された状態に入っていると思います。まあそれでその勤務を続けてきていつかね自由になれるのか、老後定年退職大丈夫なのかってことを考えた時にものすごく不安だと思うんですよ。不安だからこそお金だけでもと思って貯金すると思いますし、不安だからこそ副業に走ったり転職を考えたりすると思うんですよね。まあでもね、今現在が、まあ、不安はありつつも、あこれ10年後もこうやっていけばいいんだな、20年後もこうだなっていうふうな確固たるものが自分の中にあればそんなに恐れることはないと思うんですよ。で10年後の不安っていうのは今から考えるものではなくて10年後に襲ってくるものですからね。で多少早く準備することはだんだん無理ではないと思うんですけども、無意味ではないと思いますけども、基本的には老後の心配っていうのは若いうちにしてもしょうがないのかなと私は思うんですよね。まあですんでね、今しっかりと時間を使って今しかできないことで全力投球して、それが未来への投資になるというふうに私は信じます。まあですんでね、インターネットビジネスをするんだったらもう今日しかないわけですよ。やっぱ40代とか50代になってね、ネットビジネスで成功するっていうのは非常に難しいですよ。簡単ではないですよ。簡単ではないと分かってるのに簡単に諦めるんですよ。だからねちょっとね諦めやすいんですよ人はね。あまりにも自分の人生や夢とか目標に忠実でなさすぎるんですよね。つかめないものはないと思いますよ。それこそなんか1000年前にタイムスリップしたいとかいうのはそれはまあ無理だと思いますけども、ことねお金に関してはお金なんて人間の作った概念ですから、私たちが乗りこなせないわけないんですよ。特に大きな金額じゃないと思います。月収100万程度でしたら本当に自分の努力だけでいけますからね。何の種も仕掛けもありません。これをね何回伝えてもなかなか伝わらないのかなと思いますけども、まあでもね、何でしょうね吉田さんね、私は吉田さんの暮らしって非常に自由だと思いませんか。これやってる人ってまだ少ないですから、十分参入の余地あるんですよ。だからね、難しいことをわざわざ探しに行く必要はないと思います。難しいですよ。やっぱりノウハウを突き詰めていくとかね、なんかのスキル身につけたりとか、なんか単純に YouTube を撮り続けるだけで良くないですかっていうのが今日の動画の結論ですけどね。 YouTube 撮って出す撮って出す撮って出す、それだけと、それ以外何もいらないんですよ。いや人前で話すのはどうもなって言いますけども、それはね人前で話すことだらけですよ人生は。だからそれがカメラがあるかないかな違いだけなんで、まあぜひねやってもらいたいなと思う今日この動画でございます。では本日以上です。